皆さんこんにちは、るなちです。はい、今日はですね、鳥取県立博物館にやってきました。今ここで開かれている企画展がミュージアムとの創造的対話03、何が価値を創造するのかです。今回はなんと現代アートを堪能していきたいと思います。ここの学芸員の方にお話をお伺いしたいと思います。赤井さん、よろしくお願いします。そもそも現代アートって何ですか？まあ、時代的に、まあ、戦後伝統的な形式ではない形をしたものを現代アートと指す場合もありますし、あるいは目に見えるものとはまた別の概念だったりとか、そういうものを表しているものを現代アートと。じゃあ早速見に行きたいんですが、はい、そこにハードルがあるんですけど、はい、あれもアートなんですか？そうですね、今ハードルっておっしゃいましたけど、はい、普通のハードルと違うところがあると思うんです。体育の授業でしか見たことなくてちょっと忘れちゃってます。思い出してみてください、ちょっと幅が広いとか。幅はあのそのものです、はい、何だろう、はい、何足があっちにもあるから倒れない。はい、こう向こう側にも棒をつけて、はい、倒れないようにしたっていう作品なんですけども。じゃあこういうのが続々とこれから見られるんですね。はい、では入っていきます。ここは2万2年前ウルム氷期海底だった。どういうことですか？これもアートですか？はい、これ松沢豊という作家の作品なんですけれども、はい、文字を使ったあの表現をずっとしている、はい、アーティストなんです、はい、読んだ時に、どう思いますか？どう思いますか？ちょっと怖くなっちゃいました、ね、怖くなりますよね、はい、その見る人の想像を、まあ、刺激するという意味で、これもまたあの現代美術の表現と言えると思います。ここは紀元2002年に再び海底となるだろう。やめてほしい。これ1980年代に実は発表された作品なので、まあ、その時点では、まあ、2002年は未来だったんですけど、うん、近未来ですね。そうですね、はい、よかった海底になって。よかったですね。この辺は物がたくさん。ハンマー投げの鉄球ですね、これは。ターザンズアルファベットイズオブワンキャプキャピタルレターアビブラートですか？はい。ターザンのアルファベットは A という文字だっていうふうに多分書いてあると思うんですけど、ターザンってあれですよね、はい、あのブラーンってする、はい、ブラーンってして、はい、なんか叫ぶと思うんですけど、あーってことですか？そう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 、あーなるほど。これと実はセットになっているのが A だ。あ、そうなんです、これ可愛いですね。なんかあの作家の言葉によると、その孤独な叫び、まあ、この見た目と孤独な叫びっていうののこうギャップがこう、その作品の面白さの一つなのかなというふうに思います。こっちはおもちゃっぽい恐竜でも、なんか独特な色合いしてませんか？ちょっとそうですね、なんか生々しいというか、はいはい、もともと恐竜の色って実はあれ、分かってないんですよね、はい、そうですよね。誰も知らないですよね。そうそう、まだ分かっていないみたいで、まあ、それでというか、こういう色に。はいはい、うわ、これ面白い。卓球のラケット、はい、あそこに貫通しちゃうよっていう感じですよね。そうそうそう、これタイトル魔球っていうんですけど、魔球。これはピンときますね、魔球ですね。確かに。わ、これは何だろう、なんか子供が描いたんですか？よく商工自動車とか働く車とか、はい、子供が幼稚園に描きます、描きます。田辺さんはそれをさらにまた立体化したっていう。あ、そうです。しかもこの素材、
何ですかこれは。これ鉄なんです。鉄そう、鉄でこれ作るのすごいですよね。すごい、紙粘土かと思ってました。そう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 。あ、サイコロだ。サイコロちょっと触ってみます。はい。重い重い全然出ないですね。重すぎてこれ実は鉛でできていて、はい、不定形ダイスってタイトルなんですけど、はい、振れば振るほどこう欠けていくんです。あ、なので最終的にはもう同じ目しか出なくなっちゃうっていう。でもすごいメッセージ性ありますよね。こう、うん、人もこう振られれば振られるほど何も出てこなくなるじゃないですか、うんお仕事の話ですから。あれもね、はい、サイコロになってます、うん、私集合体恐怖症なんですけど結構苦手です。約3万個あるんですけれども、並べて、ですからこのサイコロのこの並びっていうのは、はい、もう今この並びは ここでしか、なるほど、うんうん、再現不可能性っていうものを、うん、これでこう表してるのかなって。最近深い人が飛んでますよこれは写真ですか。あ、これは写真ですね、はい、これはホバリングっていう空中停止っていう作品なんですけども、はい、その名の通り、この名の通り時間を止めるとか重力に逆らう、こうなんか人間のこうエネルギーみたいなものを提示してるっていうことなのかなと思うんですけれども、でこれと一緒に見ていただきたいのがあちらの、蒸留水8リットルっていう、これ実はこの中にお水が、蒸留水が8リットル入ってるんです、はい、今ですか。はい、であちらの作品は直線っていう作品なんですね、はい、だからどちらもこう水平、はいはいはい、水平と垂直って言葉では言えるけど、はい、あの目に見えないものじゃないですか。あ、そうですね。それをこう美術作品として、提示したというか、なるほど、作っている。あの会場自体はあのこの渡辺英二さんという作家が実際に来て、はいはい、展示を全部構成したんです、はい、配置とか。あ、こっちは打って変わって華やかな感じがしますけど、はい、よく見たら蝶ですね。あのこの中に、これあの分かります？切り取ってある、切り抜いてある、うんうんうん、これ、まあ、いろんなこう世界各地の蝶の図鑑なんですけども、はい、それが全てここでここに集まってるっていう、本当は現実ではありえないあの世界ではあるんですけど、はい、でも私もよくなんかちっちゃい頃に、はい、ああいう広告、おもちゃの広告とか切り抜いておもちゃ屋さんとかしてました。そういうことですね。はい、そういうことです。そういうことです。何これ面白い。あ、これカメラ OK って書いてあります。はい、あ、よかったらこの前に立ってこちら向いていただいたら。五光っていう作品で、あのどんな人でも五光が差す、五光を授かりますピカーン。この煽りですごいですなんか演技がいいですね演技ですか、面白い。こちらに、おなんか気になったのが、うんうん、あの普通の美術館って、うん、こう作品の横にこう、うん、名前書いてあるじゃないですか、はいはいはい、一切ないのは何でなんですか、はい、あの今回何が価値を創造するのかっていうタイトルにしていて、はい、でこうやっぱりキャプションがあると、うん、あのそこにこう頼ってしまうというか、そうじゃなくてこう作品にこう向き合って余分な情報なしにこう、うん、考えたりあの感じたりしてもらいたいという意図からそういう風にしています。うわ、黒、真っ黒だ。でもこれ黒じゃないんですよ。ちょっとネイビーじゃないですか。これはあの実は黒の、黒なんですね。黒で、はい、ちょっとずつちょっとずつこうあの絵の具を重ねていって修行するみたいに何度も何度も塗り重ねてこの質感を出しています、こっちはなんかすごい何かを訴えかけられてる気がします、うん、何を訴えかけられてるんですか。助けてくれみたいな
鳥取県の印州和紙という和紙があるんですけれども、はい、それにオイルパステルで描かれた作品です。和紙なんですね。はい、なんかこちらは結構ポップな感じじゃないですか。はい、あのこちらは、まあ、あの社会的な、うん、あの問題というか、うん、テーマを扱ったようなあの作家の作品を集めてあります。まあ、あとにはそういう、こう問題提起するっていうような力も、うん、あのあるということで、はい、じゃあこちらが最後の空間になります。はい、あのきっとお好きじゃないかなって思う。本当だ、カラフル、色がたくさん使われてますね。ここは空間全体もあの明るくして、うん、こう色がこうふわっとこう立ち上がるようなディスプレイをしてるんですけれども、うん、赤青鉛筆っていうタイトルの作品なんですけど、はい、ちょっとここ近づいてこの置いてあるものを見てみてください。うわー、かわいい。この3つを描くときに使った、はい、色鉛筆なんですけれども、だから大きければ大きいほど薄くなっちゃうっていうことですか。そうすごい、そうです。でもいましたよね、小学生の時これぐらいまで使う人。懐かしいですよね。はい、ここの部屋も大塚さんがその原口のりゆきさんの作品と自分の作品をこう持ってきて、その彼女が展示構成を担当しました。へー、はい、では岡井さん、今日はありがとうございました。本当に広いですし、一個一個見応えがあって、はいはい、本当になんかこう現代アート、なんて言うんだろう、広がり、うん、これもいいんだ、うん、これもいいんだっていう、うん、いろんな発見ができましたし、うんうんうん、こう今こう会社に帰ってからも、はい、会社にもいろんなアートあるんじゃないかなと思ったので、はい、ちょっと探してみます。はい、ぜひ、はいはい、日常がちょっといつもと違ったように見えるっていうのが、うん、こうアートの鑑賞の、うん、こう、まあ、紅葉というか、うん、あの面白い部分だなと思うので、うん、たまにあの美術館、博物館を訪れてみてください。そうですね、大事だなって思いました。はい、ありがとうございました。はい、よかったです。ありがとうございました。それでは皆さんも芸術を楽しんでみてはいかがでしょうか。それでは次回もお楽しみに。だんだん。